全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、内から押して3番レイズオブライン、13番ミレニアムマシリカ譲りません、7番レッフーザ先頭に入れ替わります、8番スカーレットキング好位をキープ、各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて17番ムバッテ、1番スノーボールドラン、小馬身相手14番キラフォース、続きまして16番ダンサーウーヤマ、6番ヒカルスカイ、この辺りが中段、続きまして15番ビクトリアブーケ、4番取締られ役、これから向こう上面に入ります。外を抑えて11番ダシマキスペンサー、内から2番ハッティースマイル、そのうち5番サラザビアロフ、 1000m の通過タイムは59秒7、外を抑えて12番シンヤンモンロー、内抑えて9番風のライジング、10番オーオン、18番ジョングム後方、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はレッグーザ、後ろに13番ミレニアムマシリカ、8番スカーレットキング好位をキープ、そのうち1番スノーボールドラン、各馬大欅の向こうを通過、外から17番ムバッテ、後ろに3番レイズオブライト、6馬身相手14番キラフォース、これを見るように外側16番ダンサーウーヤマ、長い府中の直線 500m に入ります。ここから最後の直線勝負、400を切って先頭レッグーザ、その後ムバッテ、3頭の激しい先頭争い、ミレニアムバシリカ勢いよく追い上げる、残り200を切りました。ミレニアムバシリカ足色は衰えない、スノーボールドラン先頭を追っているが、ミレニアムバシリカ、ミレニアムバシリカ先頭で合理、勝ったのはミレニアムバシリカ、鞍上は海老名正義騎手、ミレニアムバシリカブリーダーズカップを制しました。2着スノーボールドラン、3着にはレッグーザ。